はい、どうも、桑井です。よろしくお願いします。本日より、歩け歩けプロジェクトのようなものをやっていこうかなと思います。で、この前、谷田さんと、これか。さいたま市のプロジェクトで、さいたま市健康マイレージ目指せ1日8000歩プロジェクトというのをやっています。活動量計を谷田様から提供、さいたま市と谷田さんの提供で、いただきました。で、こちらですね、実物、こちらです。で、なんかね、昔のポケットピカチュウとかだと、カチャ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 って感じだったんですけど、全然音しないです。で、振っても、ほら、ゼロのまま、ゼロね。こういう感じ、歩かないと、カウントされないみたいです。で、これが、今日から、測定開始というか、ね、なんていうかな、一日、仕事が終わってから、動画を撮って、毎日、を使って何歩歩いたかとか、そういうね、記録をね、残していこうかなと思います。で、今日1日目、活動量計手に入れました。ほら、こんな感じ。振っても落としないね。カウントされない。こんな感じで、毎日何歩歩いたよっていうのをね、投稿していこうと思います。ちょっと健康志向になろうかなと思って、ちょっとお腹ぽいぽいなんでね。そんな感じです。今日の動画はそんな、ただ単なる、活動量計、手に入れましたみたいなね。アクティビティモニター。ね。モニター用の活動量計です。で、じゃあ今日のところは、これで終わりです。以上です。ご視聴どうもありがとうございます。また見てください。チャンネル登録、いいね、コメント、お待ちしてます。このプロジェクトに参加したいよっていうことでしたら、こちら。さいたま市、健康ナビ、健康ナビ .jp 調べてください。番号こちらに書いてあります。インターネットない方、こちらに電話してみてください。本当に東京寄りのさいたま市でも、参加できるんで、どこだろう。岩槻とかね、南区とか、桜区とかいろいろありますけど、埼玉市内なら、誰でも参加できるので、よかったらどうぞ。はい、以上です。失礼します。